今頃ご出勤？のろまなのね。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。本作戦の主眼は輸送作戦です。受けたまわりましてよ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。生まれ変わったマヤ様の本当の力、思い知れ！撃ちます。私には誰も追いつけないよ。さあ、始めちゃいましょう。手法、対空戦闘に用意するからね。アブクマ、ご期待に応えます。ゲッ！敵艦隊見てた。さて、やっちゃうよ。やだ、髪がいたんじゃ。くらえ。いくつになってもすずや褒められて伸びるタイプじゃん。デート君、褒めてね。こんな私でもやればできるね。デート君、本当にありがとう。
よろしくてよ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。どうだ、参ったか。もう降参してください。阿部くま、ご期待に応えます。私には誰も追いつけないよ。始めちゃいましょう。手法アブクマ対空戦隊に応えます。敵艦隊見けた。さてやっちゃうよ。魚雷って太いわよね。さあ行くわ。つくの戦い始めるのです。くらえ。MVP、 それは今時のレディーのたしなみの一つでもありますわ。ありがたく頂戴いたします。当たり前だろ、私はマヤ様だぜ。よろしくてよ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。敵艦隊見けた。さてやっちゃうよ。魚雷って太いわよね。さあ行くわよ。やあ、対空戦闘を用意。私には誰も追いつけないよ。阿部くま、ご期待に応えます。MVP、それは今時のレディーのたしなみの一つでもありますわ。ありがたく頂戴いたします。こんな私でもやればできるね、テイト君、本当にありがとう。祈祷いたしましたわ。なんかもういっぱいですわ。これでバッチリ。
あたし引っ込めて艦隊は大丈夫か？やっぱ動くとお腹減るよね。タービン周りも整備したい。おー、強くなってるじゃん。装備完走、感謝いたします。艦隊司令部より入電。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。了解いたしました。よろしくお願いいたします。今頃ご出勤？ノロマなのね。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。受けたまわりましてよ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。MVP、 それは今時のレディーのたしなみの一つでもありますわ。ありがたく頂戴いたします。他の皆さんの努力の結果です。皆さんを褒めてあげてくださいね。よろしくてよ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。発射艦は大丈夫？さあ、危険だったら攻撃するからね。大
対空戦闘よーい、五連装酸素魚雷いっちゃって。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。ひとひねりで黙らせてやりますわ。うわっ、キモくらえ。やー、魚雷って太いわよ。力はそんなに変わらないんだけど。行くわよ。敵艦隊見つけた。だー、さて、やっちゃうよ。魚雷って太いわよね。へー、さあ、行くわよ。さて、野戦ね。どこかの野戦バカには負けないから。ほらね、そこにいたでしょ。MVP、 それは今時のレディーのたしなみの一つでもありますわ。ありがたく頂戴いたします。こんな私でもやればできるね、テイト君。本当にありがとう。よろしくてよ。当然よ。艦隊が帰投いたしましたわ。なんかもういっぱいですわ。これでバッチリ戦えます。こんなになるまでこき使いやがって、クソが。だいぶやられちゃった。タービン周りも整備したい。提督、入電です。了解いたしました。よろしくお願いいたします。今頃ご出勤？のろまなのね。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。中旬熊野、推薦いたします。ひねりで黙らせてやりますわ。敵艦隊見
いけー、やー、さーて、野戦ね。どこかの野戦バカには負けないから。ほーらね、そこにいたでしょ。ガンガン撃って、長寿星千穂ちゃん頑張って。あなたって遅いのね。MVP、 それは今時のレディーのたしなみの一つでもありますわ。ありがたく頂戴いたします。こんな私でもやればできるね、テイト君、本当にありがとう。よろしくてよ。とひねりで黙らせてやりますわ。とわわ、アブクマ、ご期待に応えます。生まれ変わったマヤ様の本当の力、ごめん、そう、さっと行っちゃって。よっ、さあ始めちゃいましょう。手法を育む対空戦闘に応えます。魚雷発射が終わったら黙らせてやりますわ。危険だったら投棄して。MVP、 それは今時のレディーのたしなみの一つでもありますわ。ありがたく頂戴いたします。他の皆さんの努力の結果です。皆さんを褒めてあげてくださいね。艦隊が帰投いたしましたわ。今頃ご出勤？のろ？ほう、提督じゃん。提督、一生懸命。さあ、次に行こっか。お呼びかしら。およ？提督？ムツキ呼んだ。アブクマの名前、覚えてくれました？はい、テルズキです。提督、おはようございます。司令官、ごきげんようです。ああ、提督、お呼びになりましたか。なんかもういっぱいですわ。これでバッチリ戦えます。だいぶやられちゃった。長寿星千穂ちゃん、ちょっと休みたいのね。今頃ご出勤？ノロマの作戦計画概要をご説明します。今頃ご出勤？ノロマなのね。